さあそれではここで台湾観光イメージキャラクターの長澤まさみさんにご登場いただきますどうぞこんにちはようこそお越しくださいましたどうぞ中央にお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします鮮やかな様々な衣装を着こなしていただいてたんですが今日のファッションもとっても素敵ですね <laughs> そうですね今日はやっぱり台湾をイメージして 明るい色を、えー、色があるものを着てきました。わあ、もう眩しいといった感じがしますし、その真っ赤なルージュも今回の cm でもすごく色っぽいなと思って見てましたが、はい、そうですね。これがあのポイントだったみたいですね。う 2>,、うん、2年連続で台湾観光イメージ、キャラクターを務める。今のお気持ちを聞かせてください。はい、もう本当に大変光栄に思っております。あの2年続けた人は他にいないという。 に聞いていてましたのでとても光栄だなって思うのと同時にやっぱりあの台湾には何か深く縁があるのかなと思っているところがありまして、えー、よくお仕事で訪れることがあるんですがあのその度にあの台湾の良さをこう実感することがありましてそれをあの日本の皆さんに伝えられたらなと思っております。 はいこれからもよろしくお願いいたしますお願いします。早稲田長澤さんに今日は就任の御礼といたしまして台湾観光局からプレゼントをご用意しております。周英熙局長お願いいたします。周英熙局長のプレゼントをご紹介をさせていただきましょう。日月期間といいまして財運と福運を招き円満と吉祥の意味が込められている台湾伝統の入れ物だそうなんです。 ではお受け取りいただきましょうよろししくお願いいたします日月さんの袋になっておりましてひっくり返しますとです、ね、招き猫の絵がです、ね、あしらってあります。 はい、ではお受け取りいただいてではちょっと感想を聞かせていただきましょう。袋ということでとっても、ね、色も鮮やかで可愛らしいなというイメージがあるんですがでは少しプレゼントはお預かりをさせていただきましてどううですかご覧いいいただいてああいうこうなんだろう華やかなお着物って日本にはあまりない気がするのであの可愛らししいいなと思いましたぜひ大切なものを入れてお使いいただければ幸いです。はいですね、まずは イメージキャラクターとしての意気込みをお聞かせくださいはいそうですねあのー、うんなんかえー、台湾によく行ってるんでしょっていうふうに声をかけていただくことも最近は増えて、えー、私が台湾によく行ってるっていうことを知ってる人が増えたんだなというふうに思っていてそれは なんかやっぱりさっきも言いましたけどご縁があるんだなと思っていますので、はい、あのいいところたくさんありますからあの台北だけじゃなくて台中だったり台南だったり高尾だったりあの台湾ってここしかないのってまだこあの知らないところもたくさんあるんだよっていうのをまあ伝えられたらなというふうに思ってますね。はい 台湾の、はいえー、おすすめのいい観光地3つ挙げるとしたら、うん、ということでお願いします、はいえっと、一つ目は、えー、台南の,あの今回の撮影でも言ったコウミシッチってところが私はおすすめしたいです。 すごくこう見ただけでもすごく、はい、圧巻の景色ですけれども撮影は結構大変だったと伺ったんですがそうですね撮影の時はものすごい風が吹いちゃって、まあ、時期が冬だったんでそれも冬というか、まあまあ、春になる手前くらいかなだったので、はい、あのちょっと風が強くてあのなんだろう大変だったんですけどでもやっぱり景色はすごくきれいで,で以前にもここは。 行ったことがありまして実は <laughs> あの夕方ちょうど夕方にここへたどり着いてでそうするともうなんか夕暮れ時でちょうどこう日が沈むみたいな感じで本当にこう幻想的な、えー、景色ですごく綺麗だったのを覚えていてあここまた行きたいなって湿地でこう何て言うんですかね砂浜にちょっとこう。 3センチぐらいのこう水がこう張り巡らされているような場所で歩いて行けるんですよだからこうちょっと多めに見ると海の上とか水の上を歩いているような湖の上を歩いているような感じに見えてまたそうするとこう写真映えもするし、はい、すごく素敵なところでかなりお気に入りの場所です。 今ね SNS 映えがいろいろ言われてますから、うん、そういった部分でもいいんじゃないでしょうかう記念写真撮るのに本当におすすめです、はい、あとえっとえー、もうえー、あそうこのマーツーっていうこれはおすすめっていうよりは行きたいところでう、はい、あのこうやって海が青く見える場所らしいんですよね。やっぱり湿度とか、ね、あの 環境がちょっとやっぱ日本と気候が違うからあの景色の見え方が違うんですよね。そういったところがあのうんあの魅力だなって思いますね。外国に来たなと思いますし、でも近いから行きやすいし、うんうん、はい。あと私もう一つ好きなのが、はい、それどこかちょっと名前忘れちゃったんですけど、こうやっぱり台湾お茶が美味しいので。 お茶,がお茶が有名な,なんか山があってなんかもうお茶屋さんがいっぱい並んでてこうなんか山からこう山の、うん、山の何て言うんですか、えー、ところにお茶屋があって、はいええ、景色を見ながらお茶を飲むみたいなカフェがありましてそういうところも是非行ってみてほしいなって。

子どもたちにです、ね、日本と台湾のグルメの差はっていうふうに聞かれたりして、うん、私もすごく興味があるんですけれども、うんえー、長澤まさみさんがおすすめする台湾のグルメはどんなものがありますか、えっと、台湾のやっぱりスイーツといったらあのかき氷だなと思っています。 <あ>はい、これですマインゴーかき氷、はい、日本でも流行ってますけれども台湾でもさらにおいしいものが召し上がれるんですよね。そうですねあの初めて台湾のかき氷を食べた時にもともと味が付いてる氷を削って細、まあ、かく削って雪の花とかって言われるのかな、うん、それを食べて本当においしくってそれから台湾のかき氷に。 はまってて、はい、行くたびに食べてますねふわふわしていてですっごく美いしそうなんですが食べてみたいかき氷があってサボテンのかき氷っていうのがありましてこれはあのまだ食べたことないんですがちょっと気になっていましてなんかどんな味がするのかなって本当ですよね<ー>どんな味なんだろうっていうのが、はい、まだ知らないのでぜひ ぜあの次行った時には食べてみたいなと思っていますいいですね次回の楽しみができました長屋麺小姐は何を推薦するか はいえー、と先ほどあの日月さんのフクロウの着物をプレゼントさせていただいたんですけれどもあの台湾と日本のお土産いろいろありましてで例えば台湾の場合はハンコウなどもお土産としてはおすすめで同じ感じの国なので皆様もあの気軽に石だったり木,木の木材で掘れたりするんですけども長澤まさみさんがおすすめする台湾のお土産ってどんなものがありますか、はい そうですねいっぱいありまして <laughs> あの一つは本当に好きで毎回買って帰るものがあって干した梅をあ、えー、飴でコーティングしてるまあキャンディーがありましてそれがすっごくおいしくて日本人の人も多分なじみのあるあうですね。という感覚のスイーツ。 とあとウーロンナイチャーっていうウーロンミルクティーウーロン茶のミルクティーがありましてそれの、えーまあ、粉末を買って帰ったりこれは結構おすすめで、はい大体紅茶ミルクティーじゃないですか紅茶のミルクティーじゃないですかうん、うん、なんですけどす、ね、ミルクティーはミルクティーでも、うん、ウーロン茶のミルクティーなんです、ね。<laughs> それが さっぱりしてて本当に美味しくて、うんはい、日本にもそういうお茶屋さんができてほしいなって思ってます。 いいですね。なんか本当に台湾通なんだなっていうのが伺えました。<laughs> はい、さあ3つのご質問をしていただきました。おすすめする台湾、この夏、皆さんも巡ってみてはいかがでしょうか。習局長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ま台湾観光イメージキャラクターとして皆様にメッセージをいただきます。お願いいたします。はい。2年連続、台湾観光イメージキャラクターという大役をおせつかりました。えー 本当にに光栄に思っておりますあの。台湾の良さを、私が見た台湾の良さを、えー、いろんな人に伝えていけたらなと思いますし、えー、張り切って、えー、イメージ、えー、キャラクターを務めたいなと思っております。えー、よろししくお願いいたします。 ありがとうございました。台湾観光イメージキャラクター、長澤まさみさんでした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。あり,ありがとうございます。ではどうぞ一旦ご講談いただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。とっても素敵な長澤さんにお話を伺ってまいりました。